ははいどうもささんこんこにちはきですさあ今週も始まりました月曜日、えー、今週も今週とってですね皆さんに、えー、ビットコンインインサリアムソラナとですね3銘柄のチャート分析をお届けしてまいりますぜひ最後までお付き合いいただけたらなというところでございますが本日はですね6月の17日の月曜日週明けでございます、えー、ただいまの時間がですね午前11時10分というところでね今日の動画を撮影しております今日も今日とってですね皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ パワーということで、僕のチャンネルでは皆さんのチャートの責任や形情報をですね、毎日更新しております。え今日の動画を見て、参考になったな、ためになったなと思っていただいた画面の前のあなた、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンを押して、えチャンネル、差し動画の応援をよろしくお願いいたします。ということで、早速始めていきますが、え今週も同じくですね、えー、19日の水曜日は動画がお休みとなります。えご理解、ご理解お願いします。なので、今週がですね、17、18、20、21、22と、 えー、5日間ですね、動画の方が更新されますので、えー、ぜ,ひえぜひですね、えー、お楽しみいただけると嬉しいなというところでございます。はい、ということで早速ね、始めていくんですけれども、ねえー、まだまだ続いております、ね、ビットゲットの KCGI、ユーキーズ戦い続けているんですが、ランキングをお聞こうとしました。まあ、僕がそもそもね、あのー、落ち込んだのがめちゃくちゃ悪いんですけれども、 あのねいつの間にかつわものどもが夢のあと勇気ずのトップに君臨してくれたね、二 200%100% ぐらいの選手たちがですね軒並みあの姿を消すという、えー、大変な事態になっております。 <laughs> あの今からでも勇気ず引っ張っていくぞという方はです、ね、あのぜひあのトレードスタートしていただいて100%ぶったたいていただけると嬉しいんですけれどもいや,やられましたねで一応ね僕もねなんとか頑張って取り返そう取り返そうということであの半分は戻しました一回全損というか <laughs> あの追い金したんですけど追い金した上で一応半分ぐらいの取り戻しはあの成功しましたここからまたもう半分頑張らなあかんねんけどあのね一回やらかすとねマジで帰り咲くの超大変。 <laughs> もうまじまさに血眼粉よ、うん、血眼粉でなんとか半分取り返しましたけど、えー、今回ねこの取り返したのは、えー、ビットコインのですね、えー、レバレッジが75倍 <laughs> も,うもう排水の陣やで、うん、75倍のロングでですねなんとかここまで戻しましたがこっから先ちょっとねこれ以上リスクを負うとまた僕全走するんで。 <laughs> ちょっと今考え中です。一旦ねあね今,今朝ですねガツッとちょっと一旦えん、ー、6万7千円試しに行ってガツッと落ちたところであのもうほんまに。 ちょっとずつちょっとずつストップロス上げていってたんですけどまあそのストップロスにカツッと引っかかってしまったんでまあ、利確という形になっちゃったんですけどまあ一時ですね40%ぐらいまでマイナス40%ぐらいまでは戻してたんですがまあ現状ですね、えー、下げたところで利確になっちゃったんでマイナス55%とまだまだ勇気も頑張ります、えー、皆さんぜひ、えー、力を貸してくださいよろしくお願いしますねえ いや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 、もうけど、半分は名だたる、あのー、インフルエンサーさんのチームがですね、あ <laughs> だいぶ苦戦してるみたいなんで、いや、マジ、OG、すげえ、OG、仮想通貨 OG ね、あの、僕 X でね、あの、よく、よくでもないな、はい、たまーにこうか、絡ませてもらったりするんですけど、あのチームはね、すごい、あの、競合が揃ってますね、トップ2が400、OG がトップなんですけど、OG がトップで400%パー、で、その次の方も400%パーみたいな感じでね、 かなり、えー、いい感じで進んでるんで、まあ、あとは日の丸はですねおじいの、えー、チームに任せて、えー、僕たちもなんとかね、えー、もう一回ね上位に返り咲けるようにあの頑張っていきたいなと思ってますのでユーキーの皆さんちょっとあともうちょっとねあと2週間弱ぐらいかな、はい、あの力貸してくださいよろしくお願いしますさあということで、えー、早速ですねもう気を取り直して取り直してあかんのかもしれんけど自分のチームやねんからな、はい、あのチャート分析の方に入っていきたいなと思いますが今の現状ねざっね 作りあのー、言葉に表すとですね。イーサリアムで持ってる。もうこれに尽きます。はい、今ビットコインでもなんでもないです。イーサリアムが主導はい。イーサリアムが頑張ってるからみんな何なんとか上げれてるだけで、あのイーサーが多分落ちたら軒並み総崩れになると思ってます。僕はだからイーサリアムちょっと注目して見ておいてくださいね。はいまあ、というところなんですが、よいしょ。 今現状こんな感じで動いてます。で、あのー、戻り売りできるポイントには到達したので、そこは多分ね、もしかするとスイングでショート、ヘッジでショートやったりとか、まあ、ショート持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、えー、ここですね。この言っていたダブルトップね、このダブルトップの裏タッチ。 裏タッチの部分にちょうど差し当たたってますね、まあ、ただねだ25秒との返りはまだ埋めきれてないので、まあ、もうちょっと上に降ってもおかしくないなっていうところですね。でなおかつ今ねあの日足が切り替わって2時間ぐらいよりつきの状況で、えー、一旦下に降ってるのでもしかするともう1段階上で25秒の返りを埋めてでこの実体験ですね。 はい、ダブルトップの実体験ぐらいまで戻しを、えー、した後で下落、続落していくというパターンが起こり得るので、まあ、ショートを持っている人今,今すでに、ねあのー、このヒゲ先このヒゲ先からショートを持っているんだという人ももしかするともう1点2点、ね、分割でエントリーするような形で入っていってで実体でここを上抜けられたら、まあ、スイングのショートは一旦損切り。 ねえー、ロング伸ばしていこうかみたいな感じで考えておこ方がいいのかなというところですね。もうちょっと上の余地あるよというところですね。もしあの下げるのであったとしてもね。はい,っていうところだけちょっと押さえといてもらえると今の対局は分かりやすいかなと。で本格的に上昇するのはこの実体験のネックラインね。はい、ここの上抜けから25よの上抜け。ここからですね。こういう感じで25よの上、上方向ですね。上方向でこういう感じで。 推移できるのであればまたさらに上で直近の高値を試しに来るような動きになるという感じになってくるんじゃないかなと思うんでどの道これも変わらずですねはいこの25位目の上抜けっていうところがまあ最低条件と上目線を強く強めるための最低条件が25位目の上抜けにあるとでそこからの上抜けからの推移ですねはい上方向での推移25位目の上方向での推移っていうのがさらにもう一段階上の条件になってくるっていう感じかな はい、っていうところで見といてもらえると対局は分かりやすいかなと。なんで今はどっちかというと2点で戻り打っていく、えー、タイミングだよっていうところですね。はい、ロングはもうこの辺ですよね。この実体の、ね、水平であったりとかこのね直近のヒゲゾーンの赤のゾーンですね。の裏タッチこの辺りでロング持ってないと今から新規のロングはちょっと難しいかな、はい、スイングレベルでね背がちょっとねあの遠くなってしまってるし背が近いのがレジスタンスラインになりますからどっちかというとショートの方が優位性が高まっていると。 いうところでございますでその25位目冷やしの25位目を抜けるための一つの、えー、パターンとしてね、えー、ポイントとして覚えておいてほしいのが、まあ、これもイーサ,リイ,ーサイーサリりイーサリきにはなるんですが今ねちょうど4時間足ですね4時間足の25位目でドンピシャで抵抗されてます今ね現状ねでこの抵抗によって僕のロングは刈られました刈られたというか利確になりましたストップロスに引っかかりました はいなんですがまあ一応右肩下がりの逆三損みたいな形を作ってきてますのでこれねはいこの形で、えー、逆三損25位目を上抜く形からの逆三損決まるのであればさっき言っていた冷やしレベルの25位目との返りを埋めに来る動きになると。で25位目のねこの辺に多分あると思うんですけど25位目の。 えー、抵抗を見て、ね、そのまま上抜けていくんであれば一旦もしかするとトーンと上に振ってくるとでその後その日足の25位目を裏立ちにして上げれるかどうかっていう局面に入ってくると要は上方向で推移できるかどうかっていう、まあ、チェックに入っていくって感じかな強さを取り戻してたかどうか要はただのショートカバーで、えー、たまたま上がっちゃいましたみたいな形でないのかどうかっていうところをしっかりと確かめていくと、はいまあ、要はトレンドが発生するかどうかを見ていくってことね、はい、っていう感じのまああのー 見見方、見え方えにになななっっってててくるんじゃいいかなっていう,ふうに僕は思ってますで一応ですね、えー、短期もショート打てるポイントになってますね4時間足レベルねデイトレレベルになりますがこの逆3ゾーンなんですけどネックラインに到達しているし 25MA のこれねはい、があるとでこの赤のゾーンがちょうどね直近の抵抗体のレジサポ転換ですねサポレジ転換ねサポレジ、ね、転換しているポイントにもなっているのでこうに関しては圧倒的にショートの方が打ちやすいという感じですね でえー、さっきのよいしょいうポイントで行くのであればここでショート打ててる方に関しては両立てするのであれば例えばけどこの、ね、水平線この辺りで、えー、ロングを打って両立てですねこっちでショートこの狙いのショートで逆三層狙いのロングこれで両立てを、えー、成立させるという感じかな、うん、これが、えー、今のところ両立てするのであれば、えー、いい感じの、えー、優位性が高まるポイントになるんじゃないかなとでショート持ってないとね あのロング一辺倒だぜっていう方はですね、えー、この逆三存狙いのロングもしくは最近ずっと言ってますが逆三存決まってからのエントリーですねここですねはいここからのエントリーもしくはこの上抜けた後は25位目も上抜けてきてますからその後の裏タッチングロペスのパンパス外、はい、この上方向に対してのロングというのを持っていくと、えー、いう感じでいいんじゃないかなというふうに思いますなんで今はね現状この逆三存を起点に、えー、シナリオを立てていくとネックラインでショート ね、逆三損決まりもしくは逆三損の右肩でロングと。で、えー、よいしょこのままもし割ってくるようであれば一旦次はこの直近の安値ですね、えー、大体6万、えー、5,000ぐらいかな、はい、6万5,000もねサポートに入ってるのでここもそうですよね6万5,000が実体験でサポートになってるんですねなんで6万5,000はもしかすると底堅い可能性はあると、えー、いうところを鑑みると、えー、次のエントリーポイントロングのエントリーポイントは6万5千に再度タッチ。 ここですね。このダブルボトムをエントリーしていくっていう感じになるかなと思うので、えー、ここでロングダメだったら一旦損切り。で、次は6万5千で再度エントリーを、えー、検討していくっていう感じで、えー、いいんじゃないかなというふうに思います。なので、このあたりをですね、えー、参考にしながら、えー、皆さんのシナリオ作りを役立ていただけるといいかなと、えー、いうところでございました。はい。では最後ちょっと1時間足軽く見ておきます。よいしょ。うーんとね、これはね、ちょっとね、面白いというか、まあ分かりやすいというか、 えいう形を作ったんですが直近で僕がロング取ったのはこことここですよねが要はボックスレンジを作ったんですね。一旦ドーンと落とした後リバった後に、まに一旦こうね冷静を取り戻すための一息ついてるタイミングねこれでボックス作りました。 で、僕は一旦もうちょっと上に振ると要は4時間足との25 m メーの帰りがあったんでそれを埋めにくるパターンがあるんじゃないかと思って、えー、この底でロングを仕込んでました75倍のねーそんなリスク取ったらあかんねみんなはねはいでこのまま上がってきてくれてで、えー、この辺で部分に覚をしてでその後もうストップロス上げながらねストップロスにあーいや、 触れなかったら触れなければもうそのまま上、えー、持っといていいわぐらいの感じで、えー、部分利確をして持ってましたそれに対してですね、えー、ストップロスを上げていったところにこの急落でドンと引っかかったという感じですね、はいまあ、それがまあ今回のからくりではあるんですけどよいしょでその前にですね、あのー、なんで僕がストップロス上げてて、ね、引っかかってっていう形を作れたかっていうとこのここにね実は短期で3ン作ってるんですよね はい、この3層で、あちょっと危ないかもなと、一旦落ち押してるかもなっていうところで、まあ、本当はね、縦寝てったりでいいかなと思ってたんですけど、やっぱりね、僕、だいぶ減らしてるので、まあ、ちょっとでも利益を,利益を残さないとということで、まあ、一応、このレンジ上限ぐらいのね、あ、え、た、ー、りにストップロスを上げておいたと。はいまあ、要は、この幅の利益は確保しますという覚悟のもとですね、えー、動いてたわけですね。はい、じゃあ、この3ゾーンは、えー、決まらなかったんですが、その後一1回上に振って、えー、結果的に落としてきたという形になりましたよと。 そんなところで僕はえ今回はえシナリオを立てて組んでですねロングを持ちましたが、まあ、本当に僕はですね基本的にこれはまあ大会やからこそ75倍とかハイレバレッジしてますけど基本的に僕はハイレバレッジはあの推奨してませんのでそこはちょっとお間違いないようにしてください。基本的に僕が普段トレードしてるのは本当に2倍から5倍まで高くても10倍まで。 もう10倍がもう最上限ぐらいの感じでやってますからそこに関しては間違いないようにしてくださいねあの推奨してるわけではありませんただに今たい、えー、トレード大会で上位を目指さないといけないで僕はチームキャプテンの草にマイナス100%までねやっちゃいましたやらかした分取り返さないといけないから入ればでなんとか、えー、リスクを取って、えー、半分戻したっていうだけなんでもうあくまで結果論ですこれがまたマイナス100%になって、ね、倍分とか要はもう解除と一緒ですよね倍プッシュだっつって全部また倍 分溶かして、で、またバイプッシュだっつって入れて、で、また溶かしてっていうことになりかねないので、そこに関しては皆さんはしっかりとあの自分の、えー、余剰資金の範囲でね、トレードするようにはしてください。はい。無理なお金は使わないっていうところね。そこは忘れないようにしておいてください。はい。で、まあ一応ね、この1時間足で見ておくと、まあやっぱり下に振る形は作ってますよね。このダブルトップが今現状決まってしまっているので、まあ一旦下振りが入ってますよっていうところです。これに関しては、まあ、えっ、ー、と、チャートパターン通り。 セオリー通りかなと思いいますはい、で、えー、もう間もなくですねこのダブルトップ分この決まったダブルトップ分はある程度吐き出し切ると思うのでエネルギーがねそっからサイドまた、えー、考えていくとただそうなってくると今度また怖いのがここっすよねこれが左肩ででこれで頭を作ってきててでこの辺りでねちょうどダブルトップ分のエネルギー使い果たしますからここで一旦リバリます。 で、リバルけど、結果的に、再びこの 25EMA とかに阻まれて、えー、右肩作りますってなってくると、ここに綺麗に3層ができてしまう。そこでけんやけどね。はい。そうすると、やっぱもう一段下。で、今度6万5千を見ていくみたいな形に、ロングの人はね、なってくるんじゃないかなと思うんで、まあ、もしショート打ちたい方は、このあたりを次参考にですね。はい。 えー、三尊を起点にですね、ショートの狙い場所を決めていけばいいんじゃないかなと思います。なんで一応今、もしここでね、もうダブルトップでショート持ってますよと、先にユキハンと、ワシもショート打ってまんねやっていう方は、さっき言ったポイントね、このダブルトップに関しては、この範囲の威力がありますから、この威力分が落ちきったところ、ね、ちょうどね、この直近のサポート群ぐらいですよね、はい、このあたりで、えー、一旦た覚をしてもらって、このショートに関してはね、 このショートに関しては、出きた分で理覚して、で、リバーを取るかどうかはもう皆さん次第。で、次、もしね、ショーターの方やったら、次はここのショートを再度取っていくって感じかな。はい。もしくは、この3ゾーンが、えー、決まったタイミング、ここでエントリー。この2点ですね。ここかここのエントリーになってくるんじゃないかなというふうに思います。はい。なので、この辺りをですね、えー、意識しながら、えー、見といてもらえるといいと思います。はい。で、ロング打ちたい人は、この、 二山作ったここのダブルボトムをつ、えー、持つかどうかっていうところですね特にここは今ねあのー、サポートラインになってますからこの辺りでねちょっとこう跳ねて、まあ、3のん作るのかどうかみたいな形を見せてきてての右肩でダブルボトムここの2点目ですね、はい、2点目でロング入っていくもしくはこのダブルボトムが決まったところでエントリーしていくこの2点になるかなと思います、はい、なんでこの辺りを見ながらですね、えー、皆さんのシナリオ作りに、えー、お役立っていただけるといいかなと、えー、いうところでございました はいでは続きましてが、えー、今ですね、えー、相場を引っ張っている、えー、イーサリアムちゃんでございます、まあ、イーサリアムに関しては、えー、強い点ねいい点でいくともうすでに、えー、日足の25位目を実態で上抜けたというところですねで今、えー、日足の寄り付きで逆行していると、えー、今下に振っているという形ですこれが逆行であればねあの引,引きで順行引きで順行していくんやったら上に上がってくる要は要線を作ってくるんじゃなかろうかという、えー、タイミングになってますよというところですね でこれビットコインね、もう先に説明してますが、ここからは25名の上方向ね、はい、上方向で推移できれば、えー、上昇トレンドに、えー、回帰してくると。はい、ただ、一旦抜けるぐらいじゃ、やっぱりね、まだあの上昇トレンドは作れずに、まだ下落トレンドが、えー、継続っていう可能性は十分にあります。まあ、なぜかというと、直近の高値のね、直近の戻り高値のここですよね。この高値もまだ超えれてないんでね、はい、この直近の戻り高値を超えてからが、ようやくですよ。 ようやく明るい光が,光が大きく見えてくる感じ。はい、ご来光って感じですよね。はい、なんで、それまでは基本的には油断せずにえ、しっかりと見ていかないといけない状況ではあるというところです。ただ、ビットコインよりもいいポイントは25位目を上抜けられているというところが一つ挙げられるかなというところが、今現状イーサリアムが強い点でございますと。はい、で、これが、えー、イーサリアムの4時間足。よいしょ。 えー、これに関しても基本的な流れは、えー、皆さんにお伝えできていったかなと思いますこの高値の切り下げライン123点効いてるポイントですねここをこの、まあ、ちょっと右肩下がりでねちょっと難しかったんですがこのダブルボトムネックラインを起点にして抜けた後に大きく上がってきたよというところですね、はい、でこの下げたポイント押し目を作ったポイントもこれに関しては、えー、赤の水平線これですね直近の高値に対する裏立ちが効いてますからここはまあ、ね、皆さん えー、取れてるポイントじゃないかなと思いますけどまあそこで取れてなかった人たちに関していくとこのダブルボトムが決まったここからですねこの辺りからエントリーはできたんじゃないかなというところですね4時間足レベルで見ていくとねはいで今現状は25 m 目を背にして推移できてるのでまあ今現状は4時間足では強い状況を保っていますよというところです まあ今4時間飛車だとそれぐらいかな。で、こっからね、意識されてるポイントが、もう見えて、もうここで見えてるかなと思うんですけど、この、このヒゲゾーンですね。ここが今効いてるわけですね。抵抗体として。この直近の高値の、まあ要はダブルボトム決めれるかどうかみたいな時のネックラインですね、要はね。はい。ここで今抵抗されてます。で、こっからですね、見えてくるポイントとしては、このまま一旦押しを作って、ね、例えばやけど25位目でサポートされたりとかして、ね。じゃあ、この、 ちょっと形は崩れ気味やけど逆三ンみたいな形ですね。なんでこの紫のゾーン、えー、この、えー、直近の高値のゾーンですね、はい。この高値のゾーンを上抜けれると、えー、チャンスがあるんではなかろうかというところでございます。大きな上振りがで,できる状況、えー、上値良しが大きく出てくる状況になるんじゃないかなというところですね。まあその場合は、要はこのネックラインで考えたら、ちょっと待ってや。よこのね、 この範囲の影響力を持った、えー、逆三層が決まるわけですからじゃあどれ,どれぐらいの上値落ちが出ますかっていうところですねまあざっくり言うとこれぐらいはい直近の最高値ですね3950ぐらいまでの上値落ちが出てくるよというところですはいなんでここに関しては、えー、上抜きは狙っていけるかなというところですねはい押しを買っていってもいいしこのね25 m 目を背にしたところを買っていってもいいし もしくは、えー、このまま上抜けたとしてもここはねライいなんでねここの上抜けからのこの3950までの上値落ちを狙っていくねこの逆三層作るまあもうちょっと深く押してくるかもしれないですよこれに関してはこのね直近高値の裏タッチも十分買えるしね直近のこの左肩水準ですねここまでは買っていけることになるのでこの3例で,ですねよいしょ この大きな逆三層を狙いたい。で、右肩で取っていきたい人は3点。この 25EMA1 点目。で、2点目がこの直近の右肩下がりのダブルボトムを作ったネックラインが2点目。で、3点目がこの緑の水平線ですね。この左肩で、えー、実体験でダブルボトムを作ってるポイントね。もとも二2点、えー、サポートされているポイントになるので、この3点でロングを、えー、検討しておいてもらえるといいんじゃないかなというところですね。はい、これが要は逆三層の右肩になり得る、えー、想定できるポイント。 でこのまま逆三尊右型決まって逆三尊が決まってくれるよなったら3950まで,、はい、で。もしくはこのまま、えー、抜けた後ですねここからこの3950までの上値予知を狙っていくという感じのロングかなただ、まあ、逆三尊決まったからというはゆえねあの上には大きな、えー、強い、えー、抵抗体がいっぱいありますからそこに関してはしっかりと、えー、部分理覚をしながらであったりとかさっき僕が、ね、ビットコインでやってたようにストップロスを上げながらねはい 縦値撤退からちょっと、えー、次の段階の、えー、安値に、えー、引き上げるストップロスをね引き上げながら引き上げながら、まあ、リスクをちょっとずつヘッジしながら利益を残せるような状況を作りながら、えー、上値を狙っていくみたいな感じになるかなと思うんですが、はい、この逆算損が決まれば、まあ、3950ぐらいまでの上値打ちは見えてくるよというと,、えー、ところでございます、まあ、ベストに関していくとベストはよベストを今更言うとも仕方ないんですけどベストはもうここでロングですねはい ここに関してはもうずっと言ってたのでね。直近の高値に対する裏タッチ。ここは狙っときようっていう話をしてて、ここで、えー、ロング取れてるのがベスト。はい。だから今はもう完全にね、あのー、後の、まあ、後手後手に回ってるような形になりますが、まあ、今からでも十分取れるポイントはあるよっていうところですね。はい。押さえておいてもらえるといいかなというところです。ほい。で、続きましてが、これ一時間足これね、これもね、あの、ビットコインで言ったように、ここで一回レンジ組むんですよね。 これめちゃくちゃ分かりやすいよね。もうほんまに教科書通りのレンジって感じ。はい、ボックス組みました。だからもうこれどっちにベットするかも人それぞれなんでね。はい。ただまあ、これに関しては、まあ、このね、ダブルボトムもしくはまあ、ここでもう一個右肩作ってるんで、形をちょっと崩しちゃいますけど、逆三層みたいな形を、えー、上抜けてる形になりますから、まあ、この時点でちょっとこう、上目線に僕は振ってるがゆえに、ここはロング取りやすいって言えちゃいますけど、 まあここれれをショートで、えー、いやこれは戻り高値だと、ね、直近のこの強い、えー、高値は超えれてないんだから戻り高値であるっていう想定してここでショートを持っていくっていうのもありやしもしくは、えー、もう私どっちか分かれへんわっていう方は両立てするっていうのも作戦ねこっちでショートこっちでロング、はい、で抜けた方向の分だけ持っとけばいいロングやったら上抜けて、えー、ショートは損切りしてっていう形でもいいしね はい、なんでレンジは基本的に抜けていった方向についていくっていうのが、まあ、セオリー中のセオリーかなと思いますから、まあ、うまくこういう、ね、ボックスを見つけることができたら、えー、その、えー、方向に対して、えー、自分の信じた方向に、えー、ワン方向にワンウェイベッドもしくは、えー、両立てでツーウェイベッドしてもらってで抜けた方向についていくみたいな感じは一つ覚えておいてもらってもいいかなと思います、はい、で、まあ、ここでもう一個手前でエントリーするポイントがあるんですけどそれに関しては ここですね、こここれに関しては、まあ、このね上下はなかなか取るの難しいとしても、ねえー、この1時間足だけ見てた場合ね、はい、ただここはもう圧倒的に抵抗体っていうのは見えますよね上ヒゲばっかり作られてるゾーンここ抵抗体だと先にゾーンを引いておくとそしたら、えー、次上抜けた後のこの裏タッチングロペスのパンパス外はできますよというとこですね、はい、なんでこのレンジで一旦ですねその上下上下を、まあ、狭いレンジでねあのー ちょっとリスク高めの両立てを取るよりはここで先にロング取っとけば、ね、ここでわざわざレンジの縦根の悪いロング取らずともリスクの、えー、ヘッジができたショートを打って、ね、でロングを大きく持っておいてでどっちかっていうと上目線の両立てみたいなこともできますので、まあ、この辺りの、まあ、やり方みたいなところは、まあ、覚えておいてもらえると。 えー、皆さんの役に立つんじゃないかなと思いますので、まあ、こういったラインっていうのは、えー、しっかりと自分のチャートに引けるようには、えー、なっておくといいんじゃないかなという、えー、今回のポイントですね、はい、でこから先なんですけど同じことがあ起こり得るわけですね今まあちょうどね2 5 a 目と 200AM のサポートに今助けられてるんですけどまあなんでここでもロングでいいと思いますここ1本ロングでもう1本下ここですね直近レンジの裏タッチがありますよねはいレンジの抵抗体上限の裏タッチングロペスのパンパス外がありますから えー、ここでエントリーして、損切りラインをここにするか、もしくはこことここでエントリーをして、でもうちょい下に、えー、損切りラインを入れた2点で分割エントリーをするか、まあ、これ、人それぞれでいいと思いますが、まあ、このあたりを見ておくと、まあ、いい感じに、えー、ポ,インポジション取れる、えー、タイミングがあるんじゃないかなというふうにも,も思いますので、まあ、このあたりをです、ねえー、短期は見ておいてもらえるといいんじゃないかなと思います。ちょっとね、もしかすると皆さんの、えー、目,目にです、ね、動画が届く頃には、このタイミングは終わってしまってるかもしれませんが。はい どっちみちこのラインは、えー、上方向でいいんじゃないかなと僕は思います。はいなんでこの辺りはぜひ参考にしてもらえるといいかなと。はい、いうところでございました。では最後にソラナちゃんいきましょう。ソラナがね、めっちゃ頑張ってんで伸びてるんですけどね。よいしょ。よっただ、えーっと、一応ね、想定しておかないといけない最悪の、えー、パターンですね。もうあるので、その辺りはちょっと共有しておきたいなというふうに思います。これが冷やしですね。 ま、頑張って伸びました。リバりましたが、それに関してはもう皆さんにお伝えしましたね。この2点。はい。実体で効いてる2点があるよと。142。はい。ここでサポートなるかもねっていう話をしてて、綺麗にサポートが入りました。で、リバったんですが、えー、もう1個上にですね、抵抗体もあるっていうのもお伝えしてます。152ですね。はい。それに対してはもうちょっと上の余地がありますが、ここの上抜けっていうところがないと、25位目の上抜けっていうところにも関わってこないし、ここで抵抗されて下落してくると、えー、皆さんの大好きな、 三尊型ですね。になってしまいますから、でしかも高値圏での三尊、ここ終わってくると、ちょっと厳しくなるんじゃなかろうかっていう想定ができますよとえいうことになりますから、このあたりはちょっとねえ、ケアはしておいてください。はいただ、まあ、このね、ネックラインですね、この緑の水平線、142ドル、ここを終わらないと、まあ、どの道まあ下方向に大きく、まあ下の位置は出てこないので。 よいしょ。もうここでね、えー、勇気が言ってくれたから、ここでロング持ててるよと、空なのね、ロング持ててるよという方は、えー、これはもう置いといてもらって、で、このあたりヘッジのショートを打っていくっていう考えでいい,い,いかなと思います。はい。で、えー、よいしょ。まあ、それがまあ一応最悪のポイント、パターンですね。ただまあ、さっきも言った通り25円目トの返りがもうちょっとあるんでね、はい。もう少し上の余地はあるのかなと。それこそ上髭でこんな感じでね、上髭抜けてきて、で、実体は結局152で固めて、 で、下落始めるみたいな形になるえ可能性もありますので、ね、はいそのあたりはえ押さえておいてもらえるといいかなと。で、今、ちょっとロングもショートも持っててまへんねんっていう方はですね、はい。えー、もうちょっと上に振ってからのショートでいいと思います。ショート狙っていくんやったら、スイングのショートね。はい。で、狙っていって。で、えー、このままもし上に振ってくれずに落ちてくるんやったら、僕の中ではこのままね、数日かけて落ちてくるんやったら、このトレンドラインの3点目ですね。緑のトレンドライン。この3点目はロングで狙っていきたいなっていう感じでね。 ここで底が試してくれる。要はダブルボトム作る。この形ですよね。ダブルトップからのダブルボトム。この形を作ってくる可能性があるんで、このまま押してくるのであれば、このダブルボトムは拾っていきたい。ここでエントリー。で、次もし。 直近の高値がこの辺りに作られてるんであれば、ここを背にしたショートを持って、まあ、両立てを作っていくのもいいし、ね、そのままロング一辺とでもいいと思うし、まあ、それはまあ人それぞれの考え方があると思うんで、ラインを自由に使いながらですね、えー、自分のシナリオっていうのを組んでいってもらえるといいんじゃないかなっていうのが今の現状の空、えー、のポイント。なんでまだ全然ね、あの大きく上げはしたんですが、あの油断できる、えー、ポイントではないと。はい、まだまだ、えー、油断は余儀なく、えー、まだ上の。 上値落ちが大きく出てていないって感じかなはい、まあ期待がね過度な期待は禁物っていうポイントですねこれを多分言いたかったんですね僕はねはいというところでございますで続きましてが4時間足うーんまあ一応直近の高値に対する裏タッチプラス 25EMA というところがありますねはいでここがね圧倒的に直近サポートラインやったんでここも含めてここ終わるまでは僕は基本的に上目線でいいかなと思ってます はい、で今現状、まあ、このざっくりこの緑のゾーンなんですけど、えー、細かくいくと見えてくるのが、この紫のゾーンがまず1つ目の、えー、サポートラインですね、レジサポ転換の狙えるポイント、今ちょうど直近ね、差し当たってるポイント、でしかも 25M が効いてる、ここは1本ロング、でもう1本下がここですね、はい、直近はこの戻った後にレンジを組んでるんですが、ここでね、それの抵抗体の上、えー、上、えー、上限ですね、上限。 はい、上限を裏タッチングロペスのパンパス、まあこの2点でいいかなと思いますロングはこの2点狙っていく、はい、ショートはねちょっと今現状打ちにくいねんなまあ、打つんやったら直近ねこれ 50EMA が抵抗された跡があったんでまあ、それをもう単体で信じてのショートぐらいしか打てなかったんでまあ、ちょっと根拠は薄めかなというところですね、はい ショート打つのやったらもうちょっと上に振ってから、この赤の水平線とかね、赤の水平線で狙っていくショート、もしくは直近の高値まで、えー、しっかりと引きつけてショートですね。まあこの2点ぐらいかなと思います。か、もしくはここを割り切った後に、まあここで一旦ね、まあリバってくれるんじゃないかなと思うんですリバった後のこの戻りを打っていくって感じかな。 はいまあ、こ,れこれぐらいかなと思います今すぐのショートはちょっと打ちづらい局面かなと思いますので現状はこの25円目を背にしたロング、ね、直近の高値でもう一段下がこの白のゾーンですねこの直近の、えー、戻した後のレンジを組んで上抜けていったところの裏タッチここまでのロングを2点考えておけば、えー、基本的には問題ないかなというところでございますで細かく見ていくとよいしょこれが1時間しね これね、これがさっき、えー、4時間しで見ていたところのレンジ組んだよっていうところのポイントですね。はい。えー、もう完全にここは抵抗体でしたね。1、2、3、4点抵抗されてますね。はい。まあ結果、その最後の4点目は一旦抵抗されるけど25へ目にサポートされて上に抜けてきてるんですけど。だこ,の上えー、このレンジでエントリーするのであれば、この上抜け。 で、エントリーが一番リスクが少ない。まあそのは、その分、値幅は少ないって感じね。もしくは、えー、このレンジの加減でエントリーしていく。はい。で、ちょっと、まあ、ほんまに前、もう一歩前でエントリーするやったら、この25エビのサポートを拾っていく。で、これに関しては、直近のこの高値の裏タッチングロペスのパンパース買いにもなってるので、まあ、ここが最終エントリーかなと。 なんで、えー、第1規模、第2規模、第3規模みたいな感じのエントリーポイントがあったかなと思います。まあ、これはもう人それぞれの性格があるんで、自分の、えー、あったポイントで入っていけばいいかなと思いますけど、ただ、やっぱね、抵抗体がね、ここで3点効いてるんで、まあ、このやっぱダブルトップが決まってるところからすると、まあ、ここのロングは打ちにくいよねって話ですよね。なんで、このロングを、えー、じゃこのダブルトップを、 肯定してから否定したこのここから一旦目線を上に振るでこの抜けた後の裏タッチで入っていくだからここが一番入りやすいかなこことここね、はい、この2点が一番入りやすいここはちょっとリスクを負って、まあ、お試しロングぐらいの感じで入っていく形直近の安値に対してのロングって感じですかねはい感じで入っていけるかなというポイントですねちょっとリスク高めただねこれをダブルトップとするのであればいやこれはちょっとあれやな うん、ちょっとセオリーよりは低いですね。出方がね。うん。やっぱここのロングはちょっとリスクは高かったですね。はい。実体験で考えるといい感じだったかもしれないですけどね。実体験のロング。よし。実体験のダブルトップがこの範囲。で、このまま実体験で考えるとドンピシャですね。 ヒゲ、はい、先まで考えなければ、まあ、ほぼほぼどんびし車で、まあ、このダブルトップ分のエネルギーが出終わっているっていうところにもなるので、まあ、それを考えれたらここの、えー、直近の安値に対する、えー、裏タッチングロペスのパンパス買い、まあここに関してはエントリーできたんじゃないかなっていう感じですね、はい、たださっきも言った通りちょっとねあの2点目っていうところもあるし、まあ、リスクは高リスキーにはなるので、まあ、ここから一旦このダブルトップのネックラインを上抜けてねはい。 で 25EM を上抜けた後のこの裏タッチングロペスのパンパース外、まあ、ここが一番、まあ、エントリー的には入りやすかったかなというポイントですね。はい、でここからは、えー、今の動きですが、まあ、ちょっと弱含んでんのよね。まあ、一応ギリギリ考えられるとすれば 25EMA が1本あると1時監視のねただこれに関しては、まあ、直近の安値っていうところの水平線、まあ、これで入っていくというところなんですがこれになってくると。 3ンもケアしないといけなくなってくるので、まあ、ちょっとリスクは激しあの高くなるかなというところですね。まあ、もし入るんやったら、ここよりも右肩作ってきて、この2点目のエントリーの方がえ、特に右肩上がりになってくると思うんでね。25円もちょっと上向いてきて。なんで、ここから、この、ここのエントリーですね。はい、の方が優位性は高まるかなと思います。はいまあ、こんなところを見ておきながらえ、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなというところですね。はい。ということで、 えー、仕分け一発目以上で終わりたいなというふうに思います。えー、本日も最後までご視聴ありがとうございました。えー、今週もね、頑張ってチャート分析していきますので、ぜひね、えー、今週も最後までお付き合いいただけたらなというと,いうところではございます。えー、今日の動画がですね、参考になったな、ためになったなと思っていただいた画面の前のあなたはぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンをして、チャンネルそして動画の上をよろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら、チャンネル登録はこちら、サブチャンネルのチャンネル登録、そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー